カルロス・アウベルト・ゴメス・パレーラは、ブラジル・リオデ・デジャネイロ出身のサッカー監督。プロ選手としての経験はなく、母国の体育大学を卒業後、1975年に、ブラジルのサッカークラブ・フルミネンセで、指導者としての道を歩み始めた。1982年のスペイン W 杯で、クウェート代表監督として、指揮を取った。さらに1990年のイタリア W 杯では、 UAE 代表監督を務め、1994年のアメリカ W 杯では母国ブラジル代表監督としてチームを優勝へ導いた。その後、バレンシアやフェネル・バフチェ、サンパウロの監督などを歴任。1998年のフランス W 杯ではサウジアラビア代表監督を務めており、2006年のドイツ W 杯はブラジル代表監督を務めたが、 個々の能力に固執しすぎて、自慢の攻撃陣が機能せず、ベスト8に終わった。W 杯終了後に次回 W 杯開催国の、南アフリカ代表監督に就任するも2008年に、がんにかかった妻の介護に洗練するために辞任。2009年10月、成績不振で解任されたジョエル・サンタナの後任として、南アフリカ代表監督に復帰し、南アフリカ W 杯の指揮を取る。 W 杯で指揮を取った、回数、代表監督を務めた国の数はいずれも最多である。ブラジル以外を率いての価値は、なかなかなかったが、2010年6月22日、W 杯南アフリカ大会では、南アフリカ代表を率いて、1次リーグ第3戦で、フランス代表に2-1で勝利したが、得失点差で、及ばず開催国初のグループリーグ敗退に終わった。 大会終了後に辞任した、すべて監督時代、ありがとうございます。